前回のカズモリ、どうやらカズモリがまたマイクラみたいなことをし始めたようだ。そう、イケス作り、イケスをいっぱい作って池の魚を釣り上げるみたい。やってみると、なんかちょっと効率いまいちな感じだったんだけど、なんだかんだでガーもゲット。そして本日稼ぎます。はい、どうもこんにちは、カズモリでございます。今ね、撮影してんのがもちろんそうです、日曜日の午前中。ほんで先週ね、まあ買い忘れちゃったんですよね。何を買い忘れたのかというと株。ほんでまあでも1週間ね、すごい解放されたような感じはした。あ、これなんだと、お金に縛られない田舎の生活、そこなんですよね。なんか株を買ってしまうと、なんか都会の生活ね、お金がないとマジしんどいぞみたいな、なんかそんな生活に戻された感じだからね。ほんと全国的に苦しめられてる、株によってみんな苦しんでる、それはすーごいわかる。やっぱね、なくてもいいもんってあるんじゃないのかなと。お金もね、あった方がいいはいいんだけど、なくてもいい時もあるね。本で私ですね、今週の方は買います。お願いします。すいません。すいません、お願いします。今週もすいません、お願いします。いや、やっちゃうわ。いやこれがね、人間よ。これが心理、やっちゃうんだわこれ。ほなちょっと今週はと、いや80万円分かな、わからんけど。でも買いすぎるとマジただの作業動画になっちゃうからさ、マジ気をつけておこう。ここら辺に広げておこうかな、これ。さて、こっち、あ、待て、視聴者さんからもらった服とかも着るの忘れてたな。これもらった服だったっけ、なんかいろいろあるよね。今日これ着てよ。うわー、暑そう、暑そう、蒸れる。おーし、これで全部全部使い切っちゃった。お願いします。いや、今週も頑張る。でも90ベルは安いよねこれね。いや、今週もがっぽり貸してもらいますわ。最近ね、高額になってなかったからね、300ベルやら400ベルやら、今週は目指す、それ目指していこうかと思います。うわ、ここ腐ったの置いてあるわ。いい思い出だね、今度売ってあげる。さあ、今日はね、今から何やるのかというと、もうね、もう釣りお金稼ぎ企画でございます。前はね、池の方でガーというやつを釣ったんだけども、まだなんすよ。いや、川魚で今月はね、すげーのがいるということで、ドラドっていう、まさにね、もう金を生む金色の魚がいるらしい。いや、それはね、釣り上げないといけないよな。前ガーがね、思った以上に釣れんかった、わかんかったよね。あ、待って、これでかいよね、ほら。恋でした。いや、まあマジ釣れんかった。いや、これもそれっぽく見えるんだけどな。もう一回、特大サイズじゃないんかな。ああ、見えちゃった。もういい、ここは。まあ、というわけで、今回川がね、いっぱいあると楽なので、離島の方に、飛んで行こうかなと思っております。いや、いい島に巡り合うといいんだけどね。まあ、鮫島なんか行ったらもうそんで結果オーライだからさ、まあ、ちょっと行ってくるわ。ティーン、ティーン、で、買わなかったらどうしようっていうね。どうだろう。たけし、はいはい、わかりました。グッドラック。さあさあさあ、川がある島に到着。あ、川ある、あらら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 。ちょうどいいんじゃね、これ。ちょ、ここでやってみようか。待って、これ、早速でかいんだけど、これ。はい。来たよ。ゴリマイク、ゴリマイク、うえぇ、うわ、これは、黄金の、マジかー、一発目来ちゃったよー。待って、こう海も見ながら川を見るみたいなムーブでいくか、これ。うわ、ドラドや、ドラド、ドラっちゃったよ。ちょ、これ見づらいん、カットすっか、もう。お前なんか、ほら私が伐採者や、ほらしかも拾わねえからな。ほんでこの小さい魚も、うわ、怪しい、あれ、ちょ、待って、小魚来んなよ、かぶってんだよ小魚が。来い、来て、どうふい、お、え、待って、次は、アロワナ、待って、やばい、この島やばい、あれは、これはちょっと普通サイズかな。やっぱ大型サイズを狙ってやっていけば簡単にいくんじゃないこれ。でもね、ビンビンビンみたいな、ああいう引きじゃないんだね。やっぱ超大型魚だけを目指してやればいいだけ。なんか、いや、でもまだサイズ感がね、わからん。どう、あー、これブラブラね、ブラブラ。サイズ感がまだ分かってねえな。
ちょっと待って、お前もなんか邪魔だ、なんか邪魔だお前。ほら、4万フレイン、オッケー。ほら、ほら、蹴散らすぞ。ほら、もう今回大型魚のみ、大型魚祭りにするわ。うわ、待って、これ絶対どっちかどっち、待って、これ逃げちゃうんじゃないこれ。ほら、逃げちゃった、でも、バスかい。おやべえ島かと思ったよ、全部そういうレア島みたいな。ちょっと待って、見づらいから、お前らも。ほら、釣りたくろ、サメの魚影すらも出てきそうなね。ほら、でも高飛び灯でこれで散らしていく。ほら、あれ全然、あれ、ほら、おお、逃げた。ほん小さい魚、ほら、お前らが興味ある、ほら、あー、いた、これはいいよ。はい、はい、行きまーす。はいはい、ゴリ巻き、はい、よし、はい、あれうまくいかねえなあ。ちなみにこれどうだったっけ、金ばっかのやつ、違うわ、関係なかった、何も関係なかった。まあでも鉄は大切だから持って帰ります。いや違う気がする。待って、ドラドのサイズってどんな、ちょっと待って、ドラドサイズ特大だって。分かった、本当に大きいと思うやつじゃない限り大丈夫だ。だからこれはバスだわ、 L サイズってやつだと思う。いくよ。あ、タイヤ。あ、いた、確実にでかい。来たよ、ゴリ巻き。はい、あ、これはピラルク。ちょっと待って、あ、アロワナとピラルク違うんだ。あ、アロワナは L サイズ。あー、やばい、この島やばい。なるほど、 L サイズのところにあいつがいるんだな。ほんとたまに海も蹴散らして。おや、これ LL サイズってやつやと思う。これはね、キャスティング、このキャスティング技術がね、ブラックバスとしてよ。あ、どう、おい、あ、待って、ブラックバスとか言ったから、キャスティング技術とか言っちゃって、キャスティング技術がね、ブラックバスは求めてなかった。いや、難しいな、L サイズとか LL サイズ見分けるの。苦手だぞ、これ。これバスのサイズになるんでしょ？でもアロワナ来るかもしれないでしょ？あれも1万円で売れるんじゃなかったっけな。はいはい。フィッシュ！バスでーす。ダメだわ、やっぱ。ガチ大きいって思うサイズに出会わん限りダメだわ、これ。あ、ちょっと大きく見えるんだけどな、あれも。あ、これなんかは大きい。オッケー。みんなサイズ分けできる？いくよ。フィッシュ。全然わかんない。いや、これよりも大きなやつってなる。いや、もうマジ、こういうのも大きく見えるけどね。おい、もうバス祭りよ。これは？これ大きくない？来たんじゃないこれ。うわ、やった、ドラード。確かにちょっと大きかったな。これは？こういう河口にいる。これ来たんじゃない？河口のなんか来たんじゃないこれ。おい、バスでーす。ダメだ、これはダメだ、ほら。蹴散らす。お前は違う。もうピラルクサイズになるとね、もう明らかに大きいから分かりやすい。ほら、お前たちは違う。あー、違うかなー。どうも、みんな、これ違うかー。違うっぽいな、これ。はい、あ、やっぱバスサイズだな。あ、これそうだ。LL だ、これ。これドラドや。ドラドや、なんかや、これ。おい、LLL でようやく分かりやすいサイズ。おら、いや、ちょっと掴んできた。これ意外と小さいんだよ。これが、おー、いやいや、分かる。オッケー、分かってきた。はい、これ来ましたわ。うん。あ、ごめん。やっぱブラックバス、これ。うっ、同じ LL、ね、同じ L サイズのアロワナさんが。今のは運が良かっただけだな。バスだらけだからな。もっと魚影、色分けしてほしいよね、色分け。遠近法でさ、なんか大きく見えちゃうよ、これ。もう一回アロワナチャレンジするよ、これ。おい、あー、そう、うまくはいかん。はい、入りました。これ、やや大きいね。喋りな、次5回目だから確実に来るよ。一発目だから、あ、いや、来た。はい、ごちそうさーん。教えて、見分け方。もともとでも、レアな魚はね、やっぱ現れないからさ、基本しばらく蹴散らしてやるのが一番なんだろうね、これ。あ、来ました。これ来たわ。これ大きいよ。これは絶対来てる。もうやめる。引退。これで間違えたら見えない。引退ですわ。これ間違えたら本当引退ですわ。うおっしゃー。結構今回高級魚来てないこれ。ほら、ピラルクさんに。うわ、結構き、熱っ。激熱今回。高級魚こんなに釣ってどうすんのこれ。しかもこれ30分ぐらいだぜ。1,2,3,4,5,6,7。最初株タイムもあったからさ、島来てから30分経ってないんだぜ、これ。これで。それにしても脇いいなぁ、魚。私が作ったイケスよりよっぽど枠。あと1匹ぐらい釣り上げたいなぁ。はい、バスでーす。
あ、いた。これ来たでしょ。あ、違う。あ、いや、これ違うから。いや、違うから、これ。あー、タイヤあー、やっと来たー。いやー、もうね、入れ替える、入れ替える。やっと来たわー。ずっとブラックバスワーカーつってたわ。あ、ぽい。ブラックバスぽい。いやー、いい感じに、いい感じにしまったかな。高級魚がいっぱいということで。いやでもここの島いいわ。これ川魚、川魚狙う。うわ、いた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 。エンディングドローとしてはいたわ。これドラドやな。もうわかるから、プロやから。来た来た来た。違う違う、ドラドじゃない方や。ピラルクの方やこれ。うーわー、うーわー。いや森森、いやマジ森森。いや鮫島じゃなくてもいい説あったねこれ今回。はい、まあというわけで本日はこんな感じで終わりたいなと思います。本日の超過、本日の超過ちょっと、一発で、旅行券一発 1,2,3,4,5,6,7,8,9 と、9匹もの高級魚が釣れてしまいました。いやこれはね、やっといてもいいと思うみんな。もしよかったら皆さんもね、高級魚釣りに、これ池の方がいいかもしれんな。海よりこう湧きやすいからさ、まあ、場所によるんだろうけど湧きやすいから最高だわ。はい、だから30分でね9匹だから10分前ぐらいで1匹釣れるかもしれないよ。はい、というわけで本日はこんなところでまたお会いしましょう。バイバイ。